一方ね、キリスト教のトラップの方ね、まあ、あんね、歌で。歌のトラップがあんね。で、その解除方法の歌は、実は、ジョン・レノンのマインドゲームスやね。え、キリスト教のなんかそうじゃないような歌詞なんですけど、でもそうやねんって。キリスト教徒やのに飲んで、マントラとか。それは抜きなさいよってことやねんって。どっちか言ったら、ね、ほんでじゃあどういう歌がそもそもトラップの方ですかのことね。解除の話は今言ったでしょ、マインドゲームズなど。意外とジョン・レノン後期は解除の歌多いね。なぜか言ったら小野洋子の作詞作曲だからね、編曲も。そこもちょこんと乗っかってただけ、後期ジョン・レノンって。もう本人はもう麻薬でね、トリッパーに過ぎなかったから、後期ジョン・レノン。ほとんどステージにおらんかったというか、その霊本体はね。じゃあ機能せえへん、あんな業界。霊本体なかったらちょっと無理やね、あんな業界。自分の霊本体じゃないと、しかもな。あんだけ光当てられてみたいやね、霊本体飛ぶから。で、どうすんねんねんってね。やっぱり自分の体鍛えなあかん、実は。ステージのたびに霊本体死ぬから。ロックスターなんて、マジやで。あんだけ光浴びるからやねじゃあどうしようもないやんって、いなりでいいじゃんってなったらあかんねん、むちゃくちゃになっていくから。麻薬もそう、むちゃくちゃになっていったんですよ、みんな。じゃあどういう歌がトラップか言ったら、まあ、あのアナと雪の女王、あんな典型的なトラップソング、あの言ったかな、何でもできるのね他にもあるけどね、そういったそういう、そういうふうな歌多いでしょ。解決っていうか解説、途中の説明、途中のチュートリアルみたいな歌は、タルサタイムなんかチュートリアルやねんけど、実はそれはね、キリスト教の教義が原因で黒人がタルサっていう町にやってきたんでしょ。で、来んなよってやってて、タルバババババって白人が黒人を殺した事件で、その事実も隠した。でもキリスト教の教義のせいでしょっていうわけやんか。だけど違うね、キリスト教自体トラップ宗教なんですよ。新約聖書の文言って完全なトラップ構文やね。じゃあキリスト教聖職者たちは違う経典を使ってんねん前もリークしたやろ。じゃあ聖書って信者向きやねん、単に聖職者の方が全く違う経典使ってんねんひどー、それやろほとんど詐欺やん、それやったら新約聖書なんてそれやって、とにかくバビロニアを守る。でも、ま、バビロニア後継国家やったら紛れもなくヨーロッパの方やったから、実は逃げたわけね。でもそういう段階を包み寄っちゃうから、策を作っていった。その一つがキリスト教やね、実は。白人を守るために策を作っていって、それがキリスト教だから。白人信者が、ね、多い、分かる。でオーディンというイタリア語はね、ゴッドって意味だしオーディンのことじゃなくてね、つかキリスト教の神のことや、ね、あれドイツのオーディンは多神教のね、その遺伝子を発明したうちの大先祖のことやね。眼帯のオーディンは第17代オーディンで、あれ女性やってイタリア語のオーディンはゴッドのこと、キリスト教の神のことやね。あれやろフリッグオーディンってね、フリッグはオーディンの妻、藤原の姫のことね。続けて書いたらね、フリゴッドインになるでしょそれも打ち明け話か、トラップ構文っていうか、トラップ構文じゃないや、そういう構造にして策を作ってて、白人たちは白人を守るため白いから狙われたからやったら。だからね、交際とかの異性問題に関するしつけた白人厳しいで、母親から娘に対してめっちゃ厳しいね。日本の日じゃないで言っとくけど、そんなも崩されていったやろ、第二次世界大戦の圧倒的なアメリカの大
大勝利によってでやばいことになってんね、アメリカでも今。だけどやはりっていうのはね、要するに EU のことやから、ヨーロッパの君主たちのことやから、まあ、諸侯ね、ヨーロッパ諸侯のこと、 EU イコールヨーロッパ諸侯って言われ方すんねん、神秘学では。いや、はい、まあ、そう、7つの角っていうか、かける10、あ、かける10じゃない、7つの角かける2で14ね、14、あれ10プラス12でとかね、22とかね、とにかくそれが EU のこと、ヤハレって EU のこと。しかも無慈悲な万軍の将っていうのは、まあ、たくさんの植民地持ってるって意味じゃなくてね、実はうちの髪の毛由来やから、マリコ地球に対する命令権がめっちゃ強いね、ヨーロッパからノブゴロドにかけては。だから日本列島のひな形理論ってね、ヨーロッパからノブゴロドにかけては全然通用せえへんね。ウクライナもノブゴロドにあるわけ。なわけですわ。だから、あ、どうしたびっくりした。まあ、これ鈴木がね、まあ、体に表して喋ってるから、ちょっとしたことでね、あの内容途切れてるけどね、喋ってる間のね、まあそれはしゃあないわな。熱帯魚番もあるんちゃう、兄弟でやってるんだ。どっちのせいだか、どっちのせいだか、どっちも来てるけどね、あの、まあ、おすすめがいいんだよ。また仕込みやろ。ちょっと仕込んだから調べてやろ。貝の冒険のあれね、ドル流しです。泣きやしま